はい、皆さんお疲れ様です。イークラ今日はランニングですね。ここ私の背景はこれはスタンレーパークっていう数百メートルでつける公園って言ってもね、日本人のように思う公園と違ってもう森ですね。巨大な森で、そこに自転車のコースもあるらしくって、今度そこはまた別枠でご紹介しますね。で、こう来ると、これはバンクーバー湾なんですよ。バンクーバー湾があって、ここにあるのが、ナインオクロックガンとかって書いてありますね。ナインオクロックが9時にバーンって、なんでしょうね。なんか大砲がありますよ。古い。100年以上前の大砲があるんですけどね。これは なんだろう。手数書きよく読んでないんで、よくわかんないんですけどね。で、こうあって、こうビルあるでしょ。ビルの中の一本に私は、住んでます。38階建てだったかな。で、そこの十何階にこう住んでるんですけど、自分が住んでる建物がさっぱりわからない。似たようなビルがいっぱいあって、さっぱりわかんないですね。これ、隈研吾が設計して建ててる。あれ？指が。こうか。これだ。これ隈研吾の設計のビルだそうです。7月竣工予定なんですけど、どう考えても7月には完成しなしそうにないですね。まあよその国もそうなんですけど、予定通りに行かないのが当たり前なんですよ。で、役所になんか申請しても1週間とか言ってて、で3ヶ月待たされたりとかね、なんかそんな感じらしいですね。だから全てが予定通りに行かないという感じても、予定通りに行かなくても、まあ物事は成り立つんですよ。その代わりにね、日本人ってのはちょっと計画通りにやりすぎ感はまあ相当ありますね。それからちっちゃくてこう見えないかもしれないですけど、この辺に飛行機の発着場があって、水上飛行機ですね、フロートのついたやつ。あれは観光用でこの辺を遊覧飛行してくれるそうですけど、一番安いので1人1万5000円ぐらいですかね。それで飛んでくれるみたいですね。年がら年中こう飛んでるんで、まあ流行ってるみたいですけどね。で、ここはまあ港なんですけども、水は綺麗ですよ。泳いでも大丈夫そうなぐらいに綺麗。まあ掃除をしてないんで、いろいろゴミは浮いてたりとかするんですけど、水そのものは綺麗ですね。で、こうパークがあって、パークのね、向こう側はもう山になってて、山の上の方は全部白いです。で、白いのはまあ当然雪なんですけど、で、ここのバンクーバーのね、街の中にカーシェアがいっぱいあって、カーシェアの屋根にはね、スキーのラックが積んであるのが、まあ ほとんどが積んでありますね。だから、カーシェアで車借りて、スキーの板乗っけて、それで皆さんスキーに行くんでしょうね。だからこういうふうに、自然はとんでもなく豊かですよ。ちょっと東京じゃ考えられないようなところですね。わーって感じ。で、今私ランにこう出てるでしょ。で、ランに来てる時の持ち物は何なのかっていうと、まあ今これ撮影してるのはスマホですよね。iPhone 持ってて、それ以外は今日はこれだけで、来ました。水でしょ。水のボトルと、ここの、ウエストポーチのポッケにあるですね、マンションの鍵もですね、普通のガチャンと入れて回す鍵と、それとは別に電子ロック二重になってて、まあそれが入ってると。それとあとはクレジットカードが1枚あって終わりかな。 あとハンカチとティッシュを持ってるんですけど、まあまあそんな感じですかね。では こうやって気軽に出て、こう大自然のところをランもできるし、ここはね、ここね、自転車道と歩行者なんかが全然分かれてますね。分かれてちゃんとね、皆さんルールを守ってる。自転車は自転車のコース走るし、ランとか歩きの人はそっちを行くし、でこれとは別にね、こっちも上の方も自転車のコースらしいんですよ。だから自転車にとっても優しい。だから、日本みたいにね、弱者がやたらめったら威張ってるってこともないですね。日本は弱者、俺は弱者だとか言って威張り腐ってる人いっぱいいますけど、そういうのがなくて、そういう意味でも快適
ですね。だからまあ日本とやっぱりノリが違ってどっちがいいのかっていうと、どっちとも言えないですけどね。いいとこもありゃ悪いとこもある。だから、カナダの人は他のところいいところを取り入れればいいし、日本だってね、よその国が快適にやってる部分をこう自分のところに取り込みはいいんですけど、まあ日本がまるでダメなのはやっぱりあれでしょうね。自分は苦労したんだからお前も苦労、後輩のお前も苦労しろみたいな、そういうのをずっと繰り返しちゃってるんで、うん、いつまで経っても皆さん苦労ばっかりしてんじゃないですかね。あと心病んじゃったりとかね。心病んじゃうって言えば、街中に普通にホームレスがいます。で、ホームレスがそこから転がっちゃってて、心病んじゃってるなってのはよくわかるんですよね。で、昨日はね、ここの中央公共図書館っていうところ行ってきたんですよ。だからまあ、とんでもなくでかいんですけど、そこはね、ホームレスが入り放題で、まあ今冬で寒いですから、ホームレスが、入ってきちゃうのね。入ってきちゃって、職員の人たちも、あとセキュリティの人も別に止めもしないんで、ホームレスの人がいっぱい入ってきちゃって、うん、図書館の中が臭いです。換気はあんまり良くないらしくて、臭いのね。だからこれを良しとするかどうなのか。うん。で、私の、以前やってた店っていうのが西新宿ですから、以前はねホームレスの人がいっぱいいたのね。で、そのホームレスの人たちが真夏とか真冬は近くにあったね角筈図書館っていうところに入ってきちゃうんですよ。で、やっぱりすっごい臭いから、異臭のする人は入らないでくださいって紙が、張り紙が昔あったんですよね。で、入ってきちゃうとあまりにひどい人は警備の人が追い出したりとかやってたらしいんですけど、でも追い出そうとするともう向こうも抵抗しますんで、抵抗するし、日本はね弱者にむやみに優しいんで、警察呼んでもね警察も動いてくれないんですよ。自分たちが批判されるの嫌なんで動いてくれないのね。だけどまあああいうとこ役所ってのは自分たちが嫌な思いするのは、市民が嫌な思いするのは別にどうでもいいやと思ってるんだけど、自分たちが嫌な思いするのは嫌なんで、警備呼んでおっぽり出すっていうのはやるんだよね。なんですよ。だからこっちはホームレスに寛容というかな、ほっとくっていうか、公共施設に入ってきちゃってももうそのまんまっていう感じね。だからそういうのもあって、マンションのセキュリティなんかは二重三重になってたりとかするんですよね。電子錠がないと何も動かない、電子錠とハードウェアのキーがないと何もできないという、そういう風になってるんですけど、だからいち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 チェックが厳しいですよ。あとはね、誰かがドアを開けた時にスッと入り込むのを、それはダメで、もしやってそれで防犯カメラ回ってますからね。で違反すると即座に、2万円の罰金です。200ドルね、200カナダドルの罰金になるわけ。速攻でやられそうですよ。だからそういうルールも全部守んなきゃいけない。だからルールを理解してないと即罰金みたいな。だからまあそのくらいに やばい、ある意味やばいで、ある意味寛容っていう、だからそのさじ加減は日本と違うんで、こっちに来たらこっちのルールに合わせると。で、日本だってこっちでやってるルールのいい部分は学ぶべきじゃないかなとか思うんですけどね。まあ、先輩方が学ぶ気がないというか、先輩方が自分が苦労したんだから後輩も苦労しろを永遠に繰り返すんで、全然良くならないですね。まあそういうのもあって、私は組織をこう飛び出して自分で勝手にやってたんですけど、勝手にやってたら相方が最も身勝手なんで、今ここにいるということになって、身勝手上級者がねいるんですよ。今日は晴れてます。バンクーバー冬はね曇りの日が多いんですけど、今日はよく晴れてますね。まだまだ慣れるのに時間かかりそう。でもまあいろいろ落ち着きましたよ。落ち着いたし、街の状況も分かってきたし、ここの辺にね、この辺にあるのはシカゴじゃねえや、バンクーバータワーって言ったかな。ここも しばらくしたら乗ってみましょうかね。乗ってみるってか、登ってみましょうかね。こうタワーがあっても、他の建物がみんな高いから、って感じだよね。
はい、今日はこんな感じで、もうちょい走ってきます。で、自転車はまあ来週あたりには多分自転車はもう普通に動き出しますね。で、そうしたら、こっちのスタンレーパークの方とかね、あとは別に、走って楽しいコースがいくつもあるらしいんで、随時ご紹介していきます。はい、それではまた。